今回は静岡県にある熱川温泉ブルーオーシャンに来ました。ブルーオーシャンは全室オーシャンビューの客室が特徴的なホテルです。ホテルの目の前に駐車場があり、駐車場の向こう側はすぐ海です。エスカレーターを上るとフロントがあります。チェックインは15時からです。浴衣コーナー、ウェルカムドリンクがあります。漫画コーナー、ロビー。早速ウェルカムドリンクをいただきます。エスプレッソやドルタードなどもあり、種類は豊富です。モカラテをいただきます。ウェルカムドリンクの利用時間は15時から21時までです。フロントの横には売店があります。建物は9階まであり、今回泊まるお部屋は7階でした。お部屋の雰囲気はこんな感じです。海を眺めながらウェルカムドリンクを飲んでほっと一息。続いては9階の B 館にある大浴場に向かいます。利用時間は15時から24時までです。朝は5時から8時30分までの男女入れ替え制です。床に畳が張られていて雰囲気が良いですね。源泉かけ流しの天然温泉です。お風呂を出ると自動販売機があります。同じく9階の A 館に行くと卓球台があります。卓球台は2階にもあり、15時から22時までは無料で利用することができます。コインランドリーもあります。洗濯機は400円、乾燥機は30本100円です。夕食バイキングのお時間です。会場は4階、18時、19時からの2部制で、時間は90分間です。お刺身はマグロとカンパチ。お寿司はサーモン、生エビ、マグロ、タコ。
エビのマリネ。豚しゃぶしゃぶ。カニシューマイ。豚の角煮。あら煮。隣は里芋と鶏肉の煮物。ナス鶏味噌田楽。レタス、トマト、コーン、玉ねぎ、マカロニサラダ。天ぷらはエビ、明日はナス、オクラがありました。めんつゆ。大根おろし。金目鯛茶漬け。豚汁。春巻き。ミニドッグ。オニオンリングと鶏の唐揚げ。あんかけ焼きそば。グラタン。麻婆豆腐と天津。キウイ、パイナップル。マンゴー。ケーキ。たい焼き、杏仁豆腐、コーヒーゼリー。アルコールもソフトドリンクも飲み放題です。ソフトドリンクの種類も豊富です。たくさん持ってきました。乾杯。お刺身美味しいです。麦焼酎や芋焼酎もあります。赤ワイン、白ワイン。アイスクリームはバニラ、チョコ、抹茶、いちご、ゆずシャーベットがありました。どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。ご飯を食べた後はロビーでまったりくつろぎます。朝になったので温泉に向かいます。男女入れ替え制になっているので、昨日とは違う温泉が楽しめます。
朝食バイキングの時間は7時から9時までです。納豆、ひじき、きんぴら、肉じゃが、サバ、さつま揚げ、だし巻き、かまぼこ、肉まん、冷ややっこ、ベーコン、めかぶ、イカの塩辛、ほろろ、しらす、なめたけ、オクラ、明太子、錦糸卵、アボカド、漬けマグロ、ロールキャベツ、ウインナー、スクランブルエッグ、食パン、ロールパン、丸パン、パンケーキ、コーンフレーク、ヨーグルト、バター、メープル風シロップ、いちごジャム。マーガリンではなくバターが置いてあるのは嬉しいです。こだわりが感じられます。卵雑炊、お味噌汁の具はお豆腐、わかめ、ネギ、マカロニサラダ、レタス、コーン、オニオンスライス。お米は静岡県産のものを使用しているそうです。カレー、朝ごはんも美味しくて大満足でした。食後はロビーで一休みをしてチェックアウトします。チェックアウトは10時までです。熱川温泉ブルーオーシャン、いかがだったでしょうか。客室から眺める海はとても綺麗で、波の音を聞きながらのんびりと過ごすことができました。源泉かけ流しの温泉からも海を眺めることができたのは最高でした。夕食バイキング、朝食バイキングともに満足することができ、子供も大喜びだったので、また近々泊まりたいと思います。ブルーオーシャンの詳細は概要欄に記載しています。気になる方はぜひ行ってみてくださいね。このチャンネルでは家族向けスポットや小さい子連れでも行ける場所などを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。最後までご視聴していただきありがとうございました。